近藤次重近藤次重から1944年3月4日は日本の明治から昭和期における医学博士、下界。東京帝国大学医学部教授、病院長。日本で最初に胃がんの手術を成功させた下界である。品の国松本藩士である鶴光、今日の次男として松本城下新町に生まれる。出生名は 鶴見継重。し1891年7月、東京帝国大学医科大学を卒業し、卒業後同大学、ユリウス・スクリーバ教授の外科学教室に入局した。その年には、愛知県壁海軍朝日村で洋々堂の院長をしていた近藤博士大らの無雇用紙となり、ヨーロッパに留学した。ヨーロッパでは、ドイツのストラスブルク大学、ハイデルベルク大学、 ベルリン大学、オーストリアのウィーン大学で学んだ後、フランス・パリで病院施設を視察し、1896年に帰国した。帰国直後より、スクリバ教授の外科学教室に入り、翌1897年に助教授、1898年に教授に昇格し、第一外科講座を担当した。1899年論文提出により、 医学博士学位を授与される。1921年、東京帝国大学医学部付属病院長に、任じられ、1925年大学を退官した。退官直後に、駿河大病院を設立し病院長になり、8月には、郷里松本市より翌年開業予定の、松本市営病院名誉院長健康門を移植され、病院人事の一切を任される。また、かねて、 東京市政に不明瞭さを感じていたことから立候補し東京市会議員に当選した。九百四十四年三月四日七十九歳で、成居し、百貫費にあたる六月十一日に創立に深く関与した日本外科学会、日本臨床外科学会、日本医学博士会、日本医療機械学会に、京里松本の関係所団体及び長野県人会などが合同して、 近藤先生追悼会が盛大に、神田する課の日本医師会館で開かれた。ありがとうございます。